1970年代、高度経済成長を迎えた日本。夢と希望にあふれた国内は、豊かさを目指して、活気あふれる経済活動とともに、日本万国博覧会、いわゆる大阪万博を皮切りとし、メディア、音楽、サブカルチャーと、さまざまな文化が花開いた時代でもある。その文化の一つ、ハトレースも一大ブームの真っただ中。1964年に行われた東京オリンピック開会式の蜂球をきっかけに、大人から子供までレースバトを飼うことが当時のステータスとなっていた。そんな時代、日本球界に一人のスターが彗星のごとく登場する。最盛期には2万馬を超えるレースバトの参加を数えた東日本チャンピオン1000キロレース。世界的にも最大級であるこの関東広域長距離レースにおいて、ハト飼育再開からわずか3年で総合優勝、その翌年には準優勝、そして4年後に2度目の総合優勝と、前人未到の大記録を達成した破格のレースマンがいた。そのレースマンの名は柴崎正一。同レース名からチャンピオン男の異名で呼ばれ、同時代の日本球界を一世風靡した。この物語は、一人の若きレースマンがレースバトへと心血を注いだ熱き情熱の追走である。ハトレース、それは鍛え抜かれたアスリートのハトたちが競争というドラマを繰り広げる熱き戦いである。球界伝道者、日本ハトレース協会が設立したこの名称は、日本球界に多大な貢献をした者のみが授与される栄誉ある称号である。その称号を持つ者は亡くなった方も含め27名。そのうちの一人が柴崎正一氏である。昭和11年、埼玉県さいたま市で生まれ、同地で育った競争家だ。彼が鳩を飼い始めたのは中学3年生の時。近所の愛球家にレース鳩を分けてもらったのが始まりだ。元来ホオジロなどの小鳥好きだったという柴崎氏。レース鳩にのめり込んだのは、小鳥は逃げるが鳩は帰ってくるという理由からだった。だから最初に鳩を始められたのは中学生。中学生、その頃だね。鳩はもともと鳥類が好きで、まあ子供の時から小鳥飼ったり、小次郎飼ったり、目次郎飼ったりしたんで、その続きだよね。で、まあ近くに、鳩の好きな人いたんで、そこから飼ってきて、で、何羽か逃げられて、で、それから始まって、そうね、一番古い鳩で、私が飼育したのは昭和18年の中野の通信隊の鳩の角中の180って鳩番号の鳩が最初の頃だね。だが当時、埼玉県にはレース鳩の団体がなく、やむなく東京都板橋区の大鳥連合会へ入会。レース鳩を自転車に積み、遠い距離を走り、持ち寄りをして、ハトレースを行っていたという。うん、思い出はね、
大宮からね、3人ぐらいで、俺と杉浦さんと高島さんで人3人で自転車で、板橋の遠間さんってお宅まで持ち寄り持って行って、自転車で大変でしたよ。で、訓練もね、当時は春日部ぐらいまでしか行けないんですよ。車ないんですが、自転車で行くんですから。春日部の方まで、訓練に行ったりね。何キロぐらいになりますか？いやー、20キロはそこらでしょう。で、最終的にはね、今度大宮駅から宇都宮まで、当時4羽入りの浜ですよ。5羽行って宇都宮まで行って、宇都宮の行きで離して、また電車で帰ってくる。だけど当時のね、オートレ連合会は俺一回訓練がされたんですけどね、オート三輪でね、当時のスタートが500羽ですよ。オートレ連合会のスタートが。斎藤さんって有名な方がいたよね。栄四郎さん。あと、東馬さんだとか、まあ、いろいろな方がいたんですけど、で、まあ、お宮から持って行って、まあ、子供だからね。我々はね、当時びっくりしたのはね、我々は要するに人語箱族っていうのは、鳩小屋ですよ。で、斎藤さんのとこ行ったら大きくはなかったけど、瓦屋根で、運動場がついてて、そこにいたんで、それが一番びっくりした。まあ、函館。その後、埼玉県に初めてできた鳩レース団体、埼玉ピジョンクラブで移籍。500キロレースでベスト10に2羽を入賞させるなど、活躍した。これちなみにどこに？浦和。浦和にできた。高橋さんって人がいてね。で、その前に、浦和にも好きな人いたんですよ。古い方で、偉い人も金沢さんだとかね。世のに奥村さんって古い人もいてね、戦前の人たちですよ。で、その人たちとも、いろいろ夜、夜更かしで話聞いたり、いろいろその当時もやってたんですよ。そこまでは、相当一生懸命やってたんです、みんなして。同じような年ですから。いや、わかんなかったらそんな全然もう夢中ですよ。なんで、鳩小屋って、掘った小屋のね、本当の一つもがそこらへんの小屋ですから、子供がやってるんですから、なんだかわかんないで買ってて、それでなんか雨降った時の500キロで、オートレール向かいで俺10位ね、入ったのと、何回か入って入賞してんだよね、子供の頃でね。もう忘れた。二十歳の時、埼玉県で初めて開催された、800キロの長距離レースに参加。総参加波数がわずか10羽ほどだったそうだが、柴崎氏は近畿系、松風系、中陸系といった戦前の名系を紡ぎ上げた自慢のレーサーを投入した。残念ながらその鳩はレース中に怪我を負い、輸送されて厩舎に戻ることとなったが、自分自身初めて良い鳩と思える出来栄えだった。二十歳ぐらいだったんじゃないのかな。で、私の今でも現役でやってるけど、杉浦さんって人が優勝して、これも新聞大きく出てね、新聞のタイトルがすごかったんですよ。戦後初めて海山を越えて800キロってタイトルででかくてさ、こんなでかくてさ。あ、その頃はね、今と違って昔の近畿であるとか松風であるとか、それから長野の通信隊の中陸ってやったんだね。その程度ですね。うん。これを何回も禁止したりなんかしてやってみていい鳩できたんで、それ自信持って出したんだよね。自分の好みのタイプにするように何回も禁止したら、小さいのできちゃったり大きいのできちゃったりして、バラバラになったよね。いや、俺は絶対帰ってくると思ってた。そのぐらいいい鳩だったの。送られてきたんですよ、北海道から。ありますよ、それは絶対来ると思ってた、うん、これは判断。いや、その判断はね、2回目始めてからですよ。この頃はまだ完全に泣かなかった。もう戦って、戦って、ただもう負けまいって、第一ね、その鳩帰ってきて自転車で1キロも2キロも先まで持っていくんだ、もうあれをゴムは、それでこういう丸い時計でポチンって針で穴開けてたの。自転車の距離やなんか測ったら分かんないよ。分かりました。
これから本格的に鳩レースを始めようとした矢先のこと、なんと自給車に鳩の病気が蔓延してしまう。わずか数日の間に丹精込めて作り上げてきた愛球たちが一羽残らず死に絶えてしまったのだ。この悲痛な出来事により昇進の柴崎氏は一時鳩飼育を中断することとなる。それで鳩のなんか今で言うと何の病気かわかんないけど全滅したからね、なんつったらいいか、もうほんと嫌な気持ち。毎朝鳩が行くと全部死んでる。今日生きてたやつが明日いねん。ほんと寂しいっていうかね、なんだろう、なんとも言えない嫌な気持ちですよ。それで鳩はもうやるまいと思ってたわけだから。で、その800キロに出した鳩だけが、鷹にやられて、羽ダメになって返してもらって、それはそれ死ぬまで飼ってた。一話だけね。ショックでやめますよ。心眼。心の目によって、目に見えない真実を確かめる力のことである。1968年、30代で鳩飼育を再開した柴崎氏には、この異能な力が備わっているのではないかと思わせる、数々のエピソードがある。ある著名な愛球家の厩舎を訪れた際、迷宮の雛鳩と数羽の中から、一目で最も優秀な鳩を選び出し、その愛球家を驚愕させた話。地元の長距離レースで優勝したベテランの鳩レースマンが、翌年の短距離レースにその優勝馬頭を参加させようとしたとき、一目で失踪するから参加をやめた方が良いと進言。本当に失踪してしまった話。あるレースマンが超長距離レースを経験しているレース馬頭を再度、同レースに投じようとすると、上位グループが翌日帰ったとしたら、この鳩は3日目に帰るだろうと予言。その言葉通りになった話。この手の柴崎氏の逸話は、キリがないという。池袋にね、田中さんって鳩を飼ってた人いたんですよ。で、そこ行って、鳩見てたら、ある日ね、カゴで2カゴ持ってこられて、で、当時俺野鳥をたくさん飼ってたの、なんて言いますか、こう、金網の大きい小屋作って、そこにいろいろな野鳥飼ってたんですよ。そこへ入れてかれちゃった。そう。で、俺がいない時入れてかれちゃった。確か2カゴ30羽ぐらいだったかな。それでしょうがないから、これ、小鳥が置くわけにいかないから、プレハブで鳩小屋作って、そこから始まって、2回目ね。ご自身は、どの観点で、その鳩の良し悪しというか、これいいな、これダメだなっていう。いや、勘なんだよね。見た瞬間の。だから、よく俺言うんだけど、鳩は絵なんかと違ってね、野生なんですよ。野生の美しさを持ったの。なんかね、鋭さを持っていてね、品があるやつね。わかんないんだけどね、ホジロだとかメジロもそうなんですよ。いい泣きするのと泣かないのと顔な、いや、形なんだね。あるしね、この鳩はとにかく2回目始めてから、再開してからのは、いろいろ見たから、それですよ、大きいのは。で、当時のね、愛犬の友の、60年代の雑誌の記事だとかも、それも全部見たし、いろいろ見てさ、やって、ちょっと違う。自分自身を、興味を持った事象は、徹底的に探求しなければ気が済まない性格という柴崎氏。鳩飼育の再開を決意するや、すぐに日本球界の巨匠である宇和田製造厩舎をはじめ、全国各地の競合厩舎をくまなく訪問。どのような血統、どのような飼育管理が、
強いレース鳩を生み出すのかを研究した。そしてアロー号の直子やクリンチェ号といった多数の迷宮の血統を導入。その慧眼はオランダのチャンピオンバードに注がれた。だからそれから全国の、全国というか当時の有名な鳩いるとこ各給食館があって鳩を見せてもらった。まず現在やってるさ、兄さん、これオペルだとかゴードンね、太田さん、だから岩田さん当然、それから菅さん、まあとにかくキリないよ。そうやって数えた田中美之助さん、だから福岡俊治さん、木村徳弘さん、細川さん、京都のね、堀場さん、当時有名な人ばっかりですよ。見せて、だから当時の輸入のね、バルセロナの吉松であるとか、サンバさんの吉松であるとか、そういうの全部見せてもらって来たわけ。それで見てきて自分なりに考えんじゃないですか。こうじゃねえか、ああじゃねえとか。ねえ、それから、まず自分でもじゃあいい鳩買おうと。確かあれ69年か70年頃かな、クリンチェ買ったの。そのもんでしょう。あのね、一番その見てね、例えば岩田さんの給食を 何回か伺って、皇室さんもセールさんも鳩見てますよ。それとそれから太田さんとこの鳩も見てる、兄さんとこの鳩も見てる。で、自分の好むのはどれか。当然岩田さんの鳩も買ってきた。いますよ。で、いろいろ全部その、自分で買ってみなきゃわかんないじゃないですか。買ってみた中からどういうふうに選んでいくかって、これは考え方の、その人それぞれの考えあるでしょうから。で、これから関東で勝つのには、まず、その太田さんのところであろう、見てね。で、まだ日本入ったばっかりです。子供6発しか取ってなかったのに。6発しかちょこいなかった。それで、見てみて、これ、どれ選んでも値段一緒かって言ったら一緒だってから。で、6発、看護入れて体温のところでよく見せて、これでいいっつって。それ買ってきた。ね。だから、それか、そのオランダの鳩だったんです。あ、だからオランダの国とね、一つ全体と、関東平野全部ぐらいの違いじゃない、同じぐらいじゃないかと。だからそこから1万羽、1万5000羽、2万羽っていう参加が出てる中で、勝つ鳩じゃないと関東でも勝てないと思う。だからそれが一番大きな理由で、で、鳩が、なんつったらいいかな、一定してるタイプが。3番さんの優勝鳩はね、全部小さい。一つだけ大きいのいたうちでね。それは高本底で回帰した鳩がいたんで、それが大きかったけど、それ以外は3番さんでもダックスでも全部同じようなタイプ。本当に小さい。メスかオスかわかんないとかね。うん。それからベルギーの鳩は、やっぱりちょっとタイプ違うからね。立派な鳩が多いから。オランダの方が小さいし、俺が好きだったのね。好みの問題ですから。そっちが好きだったってこと。柴崎氏が狙いを一本に絞っていた関東広域長距離レースで初の総合優勝を遂げた後もそのスタンスは変わらない。燃え盛る情熱は国内だけに収まらず、鳩レースの本場であるベルギー、オランダ、ドイツといった各国の有名厩舎を訪れ、数えきれないほどのチャンピオン鳩をその目に焼き付け手に入れていく。そして自分なりのレースバトに関する論理を構築し、計6カ国から高レベルな種バトを導入。理想のレースバトの作出に試行錯誤を繰り返した。先ほどの話に回った、それも70年か71年だな。さあオランダもベルギーもフランスもみんないた、シオンの業者も行ったし、それから一番驚いたのは、なんだっけな、フランスのなんだっけな、ドルダンって旧車かな。上海しててね、ものすごく飛んでるんですよ。今、
これ、これ養母から全部入るから。で、勘弁さでバーって口向いたら、飛んでるとブラッってくしゃりしゃ。ダブルシステムでね。これはびっくりした。それから、オランダのニシンクって人、クリンジェイ作った人。で、そこの教師が行ったら、床全部砂引いてあってね。で、あの鳩この鳩って指刺さないでくれって。何番目って言えばね、捕まえるからって。そして、ぷっと掴んできて、じゃあ今この鳩どこに止めるからって。なんかごちょ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 って話すとそこ行く。例えばあの時計と思いますからって。鳩に何かゴムでよく言ってね、わかんないな、言って。話すとぴょって言う。これは日清化って人です。全く違う。感覚が違いすぎて。あの、使い方の違い。あの、要するに、日本は、あの、まあ、狭い傾斜でたくさん買うでしょ。僕は広い傾斜でダブルシステムで、ジッパとかナンバーしか入ってないじゃないですか。プロ傾斜に。その違いですよ。それから、ハンブリアナなんかも屋根ぐらい買ってたし、まあ、デルバルダとかデイリスター、当時有名なとこみんな行ってみたけども、ね。で、もうこれも買い方が全然違うと。まあ、シオンなんかもすごかったよね。確か2階建てとか3階建てとか鉄筋の建物で、まあ、ものすごい広い敷地で。らしいけどね、俺あのチャンピオン、さっき言ったように、いろいろバルセロナも買ってるし、いろいろな鳩を買ってる。で、自分で買ってみて、どの国のどういう鳩がいいかっての、ね、もっと細かく、もっと細かく言うとね、例えばチャンピオンバトが箱で来ますよね、日本へ。着いた時にね、タレバト厩舎へ持って行って、パッと離すと、必ず鳩水飲みに来ますからね。その時にどこに飛んで、どこに止まるかとか全部それ見てる。それからその、羽であるとか、そういうものを気づいたのは、チャンピオンを買って、トヤになった時に、主翼を羽一枚拾ってきて、よく眺めてて、どういう形してるかとか。そこから割り出して。観察、観察かな、なんだろう。ただ、あの、俺ちょっと変わった人間だからね、より好みが激しいんですよ。こりゃ、と思ったら、あの、ダメなんですよ。レースバトに心血を注ぐ情熱。柴崎氏の心眼は、添付の際に加え、この飽くなき探求心と、たゆまぬ努力の末、培われたものだろう。長距離勝つのにはね、1000キロで400から400、ちょっとでしょ、鳩の目方が。ねえ、で1000キロと思うと、どうだよ、努力。それからやってってね。じゃあ、例えば、風に向かって、飛ぼうにしろ、多いか、あれ、何にしろ、風圧はかかるよね。じゃあ、大きいのと小さいのどっちが得かって、小さい方が得だよ。頭が大きかっただけで、それだけは、ダメでしょ。風が。それは、当時の、いわゆる、日本国内の、強行厩舎。全く逆発想です。逆です。はい、でも定番とはまるで違う。全く逆です。いろいろな人とも言い合いもした。こうじゃないかと。まあ、有名な先生がね、立った鳩見たら、あの、巣だった子供に餌くれてて、それが正解だというから、俺は違うんじゃないかと。成長期にその餌はまずいんじゃないですかと。大先生ですよ。教会のね。で、俺ならこうする。そしたらその人はこうだって言ったから、ああそうですかって、俺はそれはやらないと絶対に。それからもうまだやっぱり教会の先生と俺と言い合いになったことあって、医学的に動物はね進化すると大きくなんだと、どうせことを俺に言うわけ。いやそれは違うと、それじゃ勝てないと、鳩が会えたり何考えたって勝てない。だから皆さん言ってる後頭部が発達した、頭部が発達した、羽の重なりがいい、羽の広い鳩はダメだ。これがいいと皆さん言うけど、これはもう絶対勝てないと。で、だいぶその先生とも言い合いになった。
初めてこの園の前来て思ったら俺子供だから若いんだからだって球界の代表する先生方ですから。その当時柴崎氏は30代前半、若きレースマンは日本球界の古き思考を打破する改革者として、その熱い情熱で鳩レースの深みを探求し続けていく。その鋭き眼差しで狙うは1000キロ、関東広域長距離レース一本である。そして、彼の伝説の始まりとなる、1971年の第8回東日本チャンピオンレースが、間もなく開催されようとしていた。東日本チャンピオンレース。北海道羽幌町からレースバトが放たれる、この国内最大規模の関東広域長距離レースが始まったのは1964年、昭和39年のことだ。同レースは2つの国内の鳩レース団体、日本鳩レース協会と日本伝書バト協会の関東地区すべての参加団体を網羅しており、距離は900キロから1000キロである。鳩レースにおいてシーズンの最終戦となり、関東のほとんどのレースマンは、この国内最大となる広域長距離レースを目標として、毎年、IQ を鍛え上げていた。すなわち、東日本チャンピオンレースで勝利したレースマンは、関東一、ひいては、日本一の栄光を手にすると言っても過言ではない。柴崎氏は当初からこのレース一本に狙いを定めていたという。そして1971年5月10日に開催された第8回東日本チャンピオンレースにおいて見事総合優勝を獲得、関東ナンバーワンの栄冠を手にする。それは、鳩飼育再開から、わずか3年後のことだった。チャンピオン、ピンポイント。そう、決まってるの、チャンピオン一本で。だから、グランドは、1回か2回参加したことだって、回帰してるけども。いや、関東でね、全域、関東全域のレースですから、連合会とは違うでしょう。やっぱそこで勝ちたいじゃないですか、やる以上は。いや、それは、オランダの鳩かったら1000キロだ。チャンピオン勝つにはどの鳩が必要かってことですよ、逆に。で、その前に、だから、その前にね、例えば優勝した鳩なんか、これは完全なゴードン、100% ゴードンですから。で、その当時はそのゴードンって鳩がものすごい流行ったの。それは兄さんだけが持ってたよね。で、兄さんのとこから太田さんのとこに2つ行ってたんだね。確か。それの子供が生まれて3日目だと思いましたよ。俺新幹線で大事に綿の中入れて帰ってきて。それがそうですから、これ。だから太田さんのとこ鳩買いに行って、たまたまその時は買ってこなくていいのが自分の好みがいなくて買わなくて。でこっちの別の小屋見たら、カボ、これ何すんのって、この鳩何にしたら、これゴードンでカボだよって。場所も素晴らしかった。親欲しかったぐらいの。さ、じゃあ俺もらって帰る。で、もらって帰ってきて、親良かったんですよ。だから、で、子供もらってきて、で、2羽もらってて、ゴマとハイですね、確か。で、ゴマの方が優勝して、ハイの方が1000キロ、あの当時で3回。飛んで結構上位入ってますよ。だから足は和だから埼玉の足はですよ。3日目の荷物してるんですから、当然。これはね、ものすごい小さい鳩です。顔も小さい、体も小さいね。で、いつも必ず小屋のね、上、泊まれ木の一番上に泊まって。なんていうかな、とにかく小柄でね、よ、俗に言うドバツラ、ドバズラの鳩だっていう、鳩みんな好まないようなタイプ、当時はね。で、
まあ、うんと小さい鳩で、まず誰か見たって、綺麗な鳩じゃない。だから、要するに、野生味が強い鳩。うん、いや、帰ってくると思ったけど、勝てるなんて夢にも思わないじゃないですか。だいたいそんな経験も入賞した経験もないやつですよ。だってその頃は1000キロの鳩そんなにいないじゃないですか、どこ行っても。大した鳩。予想外。予想外。大地まだ初めて3年目で勝てると思わないし、夢のまた夢ですよ、優勝なんてのは。たまたまあの時5000何馬だったかな、参加ね。で、その前は3000馬程度だったでしょ。初めて5000超えた時ですよ。ですから、いろいろどうやったらいい、こうやったらいいって考えてる最中ですから、もう一発目はもう1回目のなんかもう完全にまぐれですよ。だから、まあ夢みたいなもんだよね。まあ本当宝くじ当たってんのもんじゃないですか。当たったことないから分かんないけど。あのね、これはね、いろいろあってね、ヨーロッパ行った時にね、レースから帰った時に麦をやって、一旦コンディション落として、それから持ち寄りの10日ぐらい前からこう餌あげて、コンディション上げて、やり方、ヨーロッパで見てきたんです。これ日本とヨーロッパは湿度が違いますよ。だから麦だとまずいなと思って、コーリアンをやってみて。それから、コリアンで一旦落としといてね、だんだん餌あげていく。そうしてみたやり方したり、それから日本列島の地図を貸して、羽幌から赤い線全部引いてみて、うちまでね、どこを訓練したのがいいのか、太平洋風が入ったらいいのか、だから一番面白かったのは、高崎、群馬県の高崎ね。あそこから夕方短波で話す。持ち寄り前にね。それからその前の訓練では、栃木県の福島境の方、何越したから湖、怒り湖。なんかって湖やの山の中にね、そこ行く訓練。で、いろいろやってみたの。どの方向がいいのか。で、結果的にこっち、北の方訓練したの方、鳩の方が成績は良かった。あんまり、例えばね、データ的に言うとね、昔は子供を持たせて行った方がいいとか、放卵で行った方がいいとか、いろいろ独身で行った方がいいとか、全部試してみたら結果聞かないと一緒ですよ。これは。やっぱり鳩だから、鳩の良し悪しでしょうね。だから何やっても、来るときは来るし、来ないやつは来ない。ダメ。で、いい鳩一ついて、独身でやったら勝てると思ってね、独身でやったら700キロいい成績だって、1000キロ持とうと思って、独身で置いといたら、どっかへ失踪した。それから、持ち寄りから放球までの間の日にちも出てくるでしょうし、当然、カゴの中で、ね、そういうのもありますし、いろいろね、ダブルシステムやってみたし、いろいろ経験はしてるんですよ。まあ、手探りでね。なかなかだけど、答えはないね。これという答えはない。だから、昔は俺、鳩が始めた頃は、どんなに用があっても、3時になると必ず家帰っちゃった。鳩の社外という際でね。どこにいても3時に帰った。もう規則正しく。うんうん、いや、それだけはやる、うん、やってた。大レースでいきなりの総合優勝を獲得。新進気鋭の若手レースマンとして一躍日本球界に名乗りを上げた柴崎氏。自身でも勝てるとは思っていなかったという通り、リズメでの勝利ではなかったようだが、その快挙は当然のごとく、周囲の耳目を集めた。羨望、やっかみという、微妙な人間関係の変化もあったことだろう。人間は周囲の逆風を感じると、萎縮してしまうものも多い。だが柴崎氏は、その逆風を受けて立つ、強い気概を持っていた。例えば、クリーチェ買ったとか、アロノコ買った時点で、会員が散々言ってたら、あんなもん買ったって勝てやしねえよって。ね。うん、買った時から言われてるから。だから、
この辺であの、あんまりそういう、あの当時ハローの曲が15万円ぐらいして、クリンチは今の値段すると立てる2件だよ。だからそれは言われるよ。悪口も散々。散々言われてたけど、それもそんな気にしてなんないがね。で、勝つよって、俺3年で勝つよって言っといたから、3年ぐらいで勝つよって、もう、勝った時点から負けないっていう気が強いじゃないですか、性格的に。そこは言ってたもん、負けないよって。とにかく今度10位に入ったら東京中を逆立ちで歩く。言ったんで、何って気になるわね。それはもう今度は逆立ちの話あるから負けないとするわね。させてやるぞ、と。何って言うんだよ。逆立ちさせてやろうって言って、本気になるわね。狙っていた大レースをいきなり制した芝崎氏。だがそれは自身の理論に基づいたものではなく、いわばフロック。到底納得のいく勝利ではなかった。彼は自らの理想のレースバトを実現するため、さらなる努力を重ねていく。やがてその情熱と反骨心が、後にチャンピオン男と呼ばれる偉大な伝説を生み出すこととなる。一度目の東日本チャンピオンレース総合優勝という伝説の序章を成し遂げた芝崎氏は、次なるステップへ進む。翌年の1972年、第9回の東日本チャンピオンレースは、同氏曰く、会心のレースだったとのことだ。この頃には、自らが見込んだオランダのチャンピオンバトによる、配合や作出に関しても、一定の理論が生み出されていた。また、ハトレースの本場、ヨーロッパでのやり方を、日本の気候や風土を鑑みて、アレンジした給餌法や、天候により目まぐるしく変わる、日本独特のレース展開を想定した訓練法も編み出していた。いずれの飼育管理も、国内、海外の情報を十分に吟味して作り上げた、新たな手法だった。こうして、自分自身、ベストを尽くしたと言える実感が、レースでの好成績の確信を持つに至ることとなったのだ。果たして結果は、持久者から参加した46話中25話を帰還させ、当時の1000キロレースにおける最多帰還記録を更新。さらに、最上位馬とは総合2位で、準優勝を獲得。東日本チャンピオンレース2連覇へ、あと一歩に迫る、圧巻の成果だった。会心のレースという。だったな。もう一発目はとにかく夢中で何もわかんないでしょ。二回目は計算してやったでしょ。それは全然違いますよ、それ。いや、だから、それ言われてたから、やったと逆立ちさせてやれと思った。だから本人が謝りに来たから、まあいいよっつって仲間だからね。それでその時はね、確か100以内にね、4つぐらい入ってなかったかな。多分。その時に。うん。37位だとかね、40何位だとか、そうじゃなくて、うちの鳩はずっと。4話ぐらい入ってるはずだ、100以内に。あるわね。で、前年600キロでいい成績取ったその、鳩は種鳩にしていたんだけど、それを選手に戻して、前年のレースで若鳩で600いってるからね、なんか入賞してるんですよ、何かに。だから種にしたらいいはずだから。だけどそれ逆立ち聞いちゃったんで、もう一回現役に戻したわけだから。それでやって2位になったわけ。これも狙ってた。それはね、名決ですよ、2位の鳩も。あの、ほら、キングオブフランスの、シオンのね、キングオブフランス有名な鳩じゃないですか。それの娘と、ベルランジェのなんか有名なチャンピオンの子とですよ。それと合わせて作ったの。これが2位です。だから鳩も素晴らしい鳩。あのね、中型のメスでね、とてもそのスタイルのいい羽、綺麗な
シオンの鳩入ってるし、ベルランジーだから、フランスとベルギーの鳩だけど、大きくはないですよ。素晴らしい綺麗な鳩。綺麗な鳩で、とにかく600キロでも勝てるような鳩だし、1000キロでも勝つだろうって鳩。いずれにしても大きくはないですよ。優勝馬というよりは一回り大きかっただけ。一回ってほんとちょっとですよ。で、顔の形やね、なんか優勝した後の方がもうちょっとこの、ドバズラっていうのかな、いうね、要するに顔の細い声だ。2位の鳩は綺麗のでこの小さい顔ですよ。自信はあった？それは自信持ってた。この方が来るだろうって。やっぱそういう敵の。だなきゃ戻せないでしょ、3年にしたの。まあ2位だったからしょうがないけどね、1位大柴さんに負けちゃったからね。この大会にはある面白いエピソードがある。71年に総合優勝、72年は準優勝という柴崎氏の結果を全く逆にした同じ成績の厩舎があるのだ。その厩舎家の名は大柴正敏。前年の第8回大会で準優勝、この大会では総合優勝を獲得している。大柴氏の快挙はこれを同じレーサーで成し遂げたこと。その鳩はミス日本号と名付けられ、こちらも当時の日本球界を一世風靡した。これは鳩レースで最も重視すべきは鳩質という柴崎氏の考えを具現化するものと言えるだろう。その二人はくしくも同じ埼玉県の団体に所属するレースマンだった。話してた大柴さんが、その前年柴崎さん総合優勝、大柴さん総合に、翌年が大柴さん総合優勝、大柴さん総合にという。まあ、ちょっと数奇な形なんですけど、どういうお気持ちしよう。いや、何もないよ、そんな気持ち。小柴さんと仲良くなって、こう遊び行ったもん、俺。はい、うん、まあ、お互いすごいなと考えたんじゃないか。お互いにさ、どういう鳩がやってるのかって 見たいじゃないですか。見に行くもの。どうでした向こうで。いや、ハエのかき目の鳩だった。あ、うん、いい鳩だったですよ。プレッシャーとかない、そんなのよりも。どうしたらいい鳩できるとか、どういう鳩買ったらいいだろうとか、そっちの考えでね、そういうライバル意識だとか、そういうのはないよ。だんだんだ、狙ってね、勝てるわけないもん。自分で、だからこういう鳩の買ったら、どういう成績になるんだろうとか、例えばこれとこれとかけたらどういう子供ができるんだろうとか、そっちの方が楽しかったな。自分に向いての勝負。二人が活躍した二つの大会の後、東日本チャンピオンレースは急成長を遂げる。続く1973年の第10回大会では、参加レーサーが11450羽、翌74年には11580羽、75年は13204羽と、参加レーサーが1万羽を超える、いわゆるマンバレースとしての地位を確立したのだ。これは鳩レースの本場である欧州の大レースにも引けを取らない参加波数である。東日本チャンピオンレースは名実ともに国内ナンバーワンの長距離レーサー、そしてレースマンを決める大会となったのだ。気持ちというか思いを、これはね、鳩の鳩界のピークがね、人口のピークがオリンピックだと思うんですよ。で、それからのその流れでね、どこの子供たちも若い子もみんな鳩飼ってて、で、狙うのはやっぱり関東全体のレース、まあ、グランドも関東全体でしょうけどもね、まあ私の狙いとしてはチャンピオン、
それがみんながそういう気持ちになったんで吹いてきたと思うんですよ。ね、それのチャンピオンレースのそのまあなんていうかな面白さというかそういうのが大体こう関東一都七県でやってるレースですからね。連合会のレースとはちょっと違うんじゃないですか。だからそれで勝つってことがみんな目標をそこ置いたんじゃないですか。かも広がっていった。広がっていった。そして1976年、第13回大会の参加レーサーは、当時の最大波数となる、15,878 羽。このレースで柴崎氏は、前人未到の大記録を打ち立てる。世界規模の大レースとなったこのレースで、2度目の総合優勝を手に入れたのだ。ハトレースブームの真っ只中、この記録は誰も破ることができない不滅の金字塔と呼ばれた。日本球界を一世風靡したチャンピオン男が誕生した瞬間である。いやーこれはなあ、もう言われても気持ちはってやるともあれだで、わからないでその時はこの時はね俺より早くいたんですよ。失格になった。で、たまたま優勝になったんです。これはアローの子供ですね。孫。うん。オランダの3番最優勝の孫だね。その6敗たちの1羽抜いてたメス。メスのね、5547だったかな。じゃあ、それの子供だね。それはいい鳩だった。いや、もうそれは小さい、鋭い鳩でしょ。うんこ小さいしするとやと。で、あの、人間がね、いつもこうへ入った時でも、こう、鳩いるけど、必ずこう、キョロキョロキョロ警戒してるような、素晴らしい鳩だった。その頃はもう鳩をだいぶその、なんていうかな、粒が揃ってきてたんで、まあまあ状態も良かったんだろうし、その当時の、その、なんていうのかな、鳩たちが、コンディションもうまくいってたんだろうね。あの、配合とか管理っていうのは、何か、うん、これは毎年ほら、いろいろ試行錯誤で変えていったりさ、さっき言ったように、麦からね、コーリアに変えてみたり、ホーランにしてみたり、ね、ヒナも出してみたり、いろいろ試してみてもらう。毎回試してんだから。うん。だけど、結果何やっても、いや、鳩じゃないと来ないってこと。結論は、結論はね、うん。だからね、最近よく思うんだけどね、血統って何かって。何の血統、何の血統ってもさ、元は一つでしょ。だから血統ではなくて、それの遺伝子を持った鳩。それが血統だと思ってる。受け継いだその、遺伝子が出てるか出てないかね。馬もそうでしょ。例えば名馬がいてね、種付けてね。じゃあそのうちの何匹が走ったの、本当いいの出てくるか。そういう確率だと思うんですよ、鳩も。だからなんだからこうだ、なんだからこうだって俺は決めつけられないと思って。チャンピオン男の異名で呼ばれ、一躍日本球界の寵児となった柴崎氏。国内の愛球家の多くがその名を知り、その話を聞きたいと望むようになる。日本球界の重鎮たちの古き常識を打ち破った若き狂小家は、やがて自身が次なる重鎮となるべく変貌を遂げていった。二度目となる東日本チャンピオンレースでの総合優勝を達成し、伝説のチャンピオン男となった柴崎氏。日本球界史にこれほどの金字塔を打ち立てたとなれば、バーンアウト、いわゆる燃え尽き症候群となってもおかしくはない。しかし柴崎氏は
それ以降も様々な国のチャンピオン鳩を導入するなど、レース鳩に情熱を注いだ。ただ、もはやレースの勝ち負けにはこだわらなくなったという。レース鳩の飼育を再開した時から、納得のいく鳩を作り上げることを目標としており、自分自身の探求心を掘り下げる欲求が強かった彼からすれば、それは至極当たり前のことなのかもしれない。また、その探求心はレース鳩だけに限らず、日本の刀剣、名城、ハンティングなど、多方面にも向けられていく。で、今までこの話で、1位と2位、1位の話が多いんですけど、その他にももう、当日11位になったところもあるし、24位だとか、いろいろ入ってるんですよ、まだね。うん、80年代じゃないかな。87年の時にね、確か24位ぐらいになってるし、その前に11位もあるんですよ、当日書いてるの。だから結構ね、そういうふうに数、さっき言った100位以内に入ってるとかね、いろいろ調べるとあると思う。だから、この3つがどうしても表いっちゃうからね。しょうがないんだけど。だから、俺が一番今でも良かったなと思ってるのはね、20% 参加して19を返したってこと、3キロにね。これは誇りだと思う。何でしょう。うん。あのね、総合優勝とか、その、勝ちたいのは、鳩飼ってる誰も気持ち持ってますよ。その中にね、自分の理想とする鳩で勝ちたいってことになってくる。だから、さっき言ったように、これだけ、さっきの数言ったチャンピオン、サンバさんだけでも9羽も勝ってる。ダックスも入れて、全部とにかく 30% 次回、外国の、そこそこの、まあ、2位もいるけども、15万羽で買った鳩も買ってみてますよ、オランダ、ロールレアのね。だからそういうのをテストして、自分の理想のものを作りたいためにそれだけ買ったわけだよ。だから、野生日にあってさ、ね、やっぱり品格のあるいいやつよ。だからその野生の中でのですよ、描いた絵の美しさじゃなく、自然の中の美しさ。その単純に総合優勝ではなくて、うん、自分の理想を追求した後で。ものすごい勝ちたいわけ。勝ちたい。分かりづきっていうのはありますよ。いや、満足っていうのないんじゃない？毎回、どうしたらいい？例えば、このチャンピオンとこのチャンピオンとつけたらどういうこともできるか。いや、こっちと今度は変えてみようとか。それだけでね、例えば、なんだっけな、ビスマルクって鳩来て、これ、一上がりで優勝してるから、これと同じようなものを作るにはどうするかと思って、ダブルシステム入れてみて、確か600キロで6位ぐらいになってるかな。埼玉では何千人すごい数ですよ。だからそういうのも試してみて、いろいろやってますよ、テスト。うん。だから直行使ってるんですからね。満足いくっていうのは、ないっていう。ない。ちょっと話したら、理想に、自分の理想が強すぎちゃうわけ。なかなか難しくなってくるのに。現実と理想は違う。だから自分の好みのもので、いい成績取りたいってことになると。で、最高に自分の好みの鳩でいい成績取れたのは、チャンピオンの2位の鳩と11位の鳩。これは品評会も出してるし、すごいいい鳩ですよ。自分の理想である。理想。結果も出た。勝てたってこと。うん、刀もね、趣味でやってます、今でも。これ刀の会も入ってますし。刀は、そうだね、30代ぐらいからも好きだったんだけど、その頃は、鳩の方が好きで。お城巡りも好きで。これも昔からっていうか。そうですね。昔からっていうよりも、刀始めてからね、本格的に刀始めてから。だ姫路城も行ったし、安土城も行ってるし、岐阜も行ってるし、四国のお城は大体なったし、だから埼玉は高崎にしても、行田にしても、岩槻、それから八幡、それから、金沢、それからあそこ、富山の前田の文家、そこも
ずっと相当待ってますよ。あれです、昔のちょっと本で、狩猟とかもやられてる。あ、やってます。今でも。いや、もう今も年でね、60代ぐらいの時に辞めてるかな、もっと前かな。で、これもね、ちょっと凝ってね、猟犬ね、はい、日本の犬と外国の犬とどう違うのか、アメリカの全米のチャンピオンにいとこか、トライアルって、馬で競技するものすごい走る犬のと、それとあと、実情で取ってくるのも、全米のチャンピオン2つ買ってみて、いや、岩手なんかよく行ってますよ。岩手に鳩飼ってる人、狩猟やったりしていたんで、その方にお世話になってよく行ったり、それから北海道にも鳩がいたんで、北海道にもよく狩猟に行ったし、それから秋田、それからよく行ったのはね、新潟の分水ってとこだとかね、それから韓国も行ったしね、最初と言ってる昔、まだもう今の最初と違ってホテルが2軒ぐらいしかなかった時、ま、でだからだって本当のいいとこ見てこないとさ分かんないじゃない。例えば石垣、まあ今は刀もちょっとやってるんですけどね、だからなんだろう、鳩飼ったおかげでパッと刀見た時にもこれまずいんじゃないかっていうのを鑑定を起こすんだよね。美しさは一緒ですよ。観点は一緒なんですか。はい。ね、最初に言ったように冷めてくる時があるんですよ。熱しやすいからね。で、今から35年ほど前、そうだね、50歳になった時にたまたまこの歌もちょっとやってみようかと、ということでね、始まったんで、そっちに視力が行っちゃったんで、鳩が薄れて、で、今まで気が抜けてきちゃったんです。他の地方も楽しみに、そういうことですね。またそれはそれで、作曲家の先生方とか、作詞の先生方とか、いろんな面でね、お付き合いできたってこと。これまた、お付き合い、鳩と同じようにさ、広くこう付き合える、刀も同じでだんだんこう仲間ができていくっていうんで、自身を熱しやすく冷めやすい性格と分析する柴崎氏だが、それからも鳩レース界との付き合いは長いものとなった。若き一レースマンだった彼はやがて日本球界の重鎮となっていく。不惑の年齢を迎えると、一般社団法人日本鳩レース協会の理事や顧問といった役職を務めるようになり、同協会の機関誌や鳩の病気に対する薬を扱うピジョンクリニックの設立に尽力。また、レースバトの美を競う全国レースバト品評会においては、それまでの審査規定の基準を現代のレースバトにマッチしたものとするため、けんけんがくがくの末、その改革を断行した。この諸事情についてちょっとお聞かせいただきます。だから品評会のね、規定を変えたのは、昔はその戦前の鳩会の人たちが種を基準とした審査をしてた。でその後数年経ってから、戦後です、だいぶです、経ってからですよ。これ23年で協会できたのね。だから我々が初めて、だから70年代かな、その頃になって品評会のちょっとまずいんじゃないかと思いがあったんですよ。でいろいろな大先生方と話して意見が合わなくて、多分戦前の理想のはずじゃないのかな。戦前のその要するに、まあ昔南部の殿様がいた南部家いたとかなんか言うけど、その後にシオンだとか、まあ、入ってきてたじゃないですか、ヨーロッパの。要するにベルギーの鳩が入ってて。それらだとか、いろんな先生方の、昔の先輩方のだね、研究した結果そうなったんじゃないですか。だけど、実際に70年代6からチャンピオンなんかのこう、ずっと10位までの鳩も俺毎年見せてもらってたんだよ。それから外国のチャンピオン、いろいろ見てね、全然違うわけですよ。
レースバトの品評会だと。ね、品評会の鳩の品評会じゃないよ。レースバトの品評会、レースで勝つ鳩がいい鳩なんだ。で、それに切り替えて今の規定になってる。あのね、龍骨がね、スーッと長くてね、恥骨との段がないんだって、龍骨ってこう。ね、それから顔が大きくて、羽がしっかりしてて、そういう規定なの。で、優勝鳩でね、この龍骨と恥骨とこの差がピサッと段なくて詰まってるなんてのはほとんどいない。必ず段あったり離れたりしてる。ただし、こうなってる時、こっちから押した時にこれはしっかりしてる。これがしっかりしてればぐにゃっといかないからいいんじゃないかと。言うんで、この段あっても、龍骨の差があってもね。で、そういうのも今の審査に入ってないでしょ。規定に変えて。そう、規定変えてした。だから、審査もね、現役のバリバリのレース番がやったものの一番役です。もと本当のレース場との品評会になるわけです。これは太田さんとのやりとりですよ。あの人はそっち派ですから。うん、そう。だから今のレース場と掴んでみるの違うだろうと。いうことですよ。最終的にそれは取ったわけ。納得された。納得した。だってしょうがないじゃないですか。他から、あの、もういろいろな鳩外国から入れてんだから。それと違っちゃえば、これは飲まざるを得ないじゃん。あれ二人でやったんだ。昔の大臣。数ある組織の改革の中でも、柴崎氏の最も重要な貢献は、当協会が運営する、八郷国際委託厩舎の設立であろう。1990年代、当時はまだ大規模な委託厩舎という概念が日本球界に浸透していない中、将来の愛球化の高齢化や競技人口の縮小を予測。委託厩舎の必要性を有識者諸氏に説き、実行委員長としてその実現に邁進した。それから30年が経った現在、予測が的中し、委託厩舎のレーサー収容波数が足りなくなっている事実を鑑みると、ここでも柴崎氏の心眼が大いに発揮されたと言えるだろう。八郷をまずね、考えたのはね、10年先、15年先を考えてくれと。高齢化で。必ず鳩が減っていくから、そのためにはね、やれなくなるから委託厩舎作ろうと。最初俺の計画は1万羽だった。そしたら、レジガイダーのいろいろな会議でね、まだ大きすぎると。いうことで、半分になったわけですよ。で、最初に。これ、国際厩舎作って10年間で元取るようにするから、大丈夫だから。で、始まったわけですよ。で、最後まで、まあ、建築は、いや、5社呼んで入札して落としたんだけどね。で、5年であれ、元取れちゃったわけですよね。それからもう一つ、ちょっと今になって、反省してるのは、あの土地を協会で買っておけばね。だから、こういう時代が来るの分かってて、まあ、やったんだから、もうちょっと7000羽ぐらい入るようにしておけば、あれ一つで間に合ったような気がする。それからもう一つ。日本球界に、数々の貢献をしてきた柴崎氏。そのきっかけとなった、1970年代に彼が打ち立てた、チャンピオン男の金字塔は、不滅の大記録と呼ばれ、誰もが到達できない偉業と言われてきた。だが、昭和から令和へと時は流れ、あの偉業から約半世紀が経った2023年、その伝説に並び立つ、新たなチャンピオン男が誕生することとなる。人生において、その多くの日々をレースバトと共に過ごしてきた柴崎氏。米寿が近い年齢となった現在も、地元団体である埼玉ブロックの連盟長、全国レースバト品評会の審査委員長、そして東日本チャンピオンレースの主催団体である関東地方部の常任相談役など、鳩レース業界で重要な役割を担っている。2000年代初頭、諸事情により鳩レースを中断したものの、鳩飼育だけは最近まで続けており、
そのレース鳩への思いは変わることがない。レースはもうずっとやってないですよ。ただし、あの、ひなを作って、不快にやって、レースやってもらってました。まあ、痛くてんじゃないけど、あげちゃってね。これ始まっちゃったんで、ほら、夜遅くなったり、管理できなくなっちゃった。プロダクション始まっちゃって。なるほど。その、歌の方で。そう、歌の方だと夜遅くなったり、地方行ったり、管理できなくなってきた。規則正しい管理が。全然できない。もう相当ね、鳩かわいそうじゃん。いや、去年までいた。だからほら、残しておかないといけないし、自分の血統を残しておかないといけないから、だからそれでやってたんだよね。うん。鳩好きだからほら。で、どうしてその、人にみんなあげたり、預けたりした理由はね、ちょっとサルモネラ入っちゃったの。それでちょっとこれは、もう、これを全部薬はやったんだけども、まあこれ以上やってて、でもダメになるのもあれだから、あの、会員の人にやったり預けたりしたりして。キジバト。キジバトの飼育してるんじゃなくてね、自然の鳩がね、うちの鳩小屋来て、鳩の、昔俺飼ってた鳩の餌箱で餌食ってんの。月3体くん。月3体。で、どうしてその。国内で空前の鳩レースブームが起こっていた1970年代。日本球界のスーパースターに君臨した柴崎氏。チャンピオン男の話が聞きたいと、全国各地の愛嗅家から訪問を熱望された。その結果、国内のあらゆる地域の鳩レースの実情を知ることとなった彼は、鳩レースの理論のみならず、組織の改革者としても、その手腕を発揮していった。では、チャンピオン男として、日本球界を席巻していた当時、その周囲の喧騒を本人はどのように受け止めていたのだろう。いや別に何とも受けてませんよ。それはだってたまたま上を買っただけの話でさ、最善の努力はしてるわけですよ。毎回レース持ち寄りにも例えばあの訓練ね、こういうこともやりましたよ。訓練行ってね、朝早く行くんです。暗いうちで、鳩を段ボール入れといて、蓋開けといて、そのまま返しちゃう、高速道路、高速道路。で、高速の脇を置いて、明るくなるときになるし、いろいろテストはしてみてますよ。結果は、つい、後からついてる。うん、そういうことだね。だって、勝とうと思って鳩のレースでもね、勝てないですよ。だ自分がやるんじゃない、どう、鳩がやってんだもの。やっぱりその、飽くなき、挑戦だな。歴史と伝統のある東日本チャンピオンレースは今回で第60回大会を迎えた。この記念すべき大会で約半世紀もの間誰も成し得なかった柴崎氏の大記録に並んだレースマンがいる。茨城県のレースマン矢口忠志厩舎だ。矢口氏は2010年の第47回大会で総合優勝、そして2023年の今大会において総合ワンツースリーを独占するという前人未到の快挙で2度目の総合優勝を果たす。一躍令和のチャンピオン男として新たな金字塔を打ち立てたのだ。結果を聞いたときに、正直どういったのか。いや、すごいな、人出てきたなと思った。聞いて、その、それでましてね、我々と違って1、2、3取ったってことはすごい。
これはね、今までないこと。だから、チャンピオンの歴史上で、今年ぐらい帰りよかったのないんじゃないかな。そうですね。うん。当日こんな入ったのもね、まずないだろうし、まあ、まあ、60年の間の一番最高の年だったんじゃないの。機関列といい、その1、2、3、一人で出たってことも含めて、これはチャンピオンの歴史の60年間の中でね、初めてのこと。いいことじゃないですか。誰かそれをごそってまた出てくれば。うん、だからご自身の記録に並ばれた。いや、全然そういうのはもう、うん、過去の話だもん、我々のは。現在の話じゃないもん。ただ、よく50年間も持ったよ。なるほど。去る8月6日、東京都上野公園にある上野精養軒で、第60回東日本チャンピオンレース表彰式が開催された。この晴れの舞台で、二人のチャンピオン男の対面が果たされる。同レースで伝説を残し、今は主催団体、関東地方部の常任相談役となっている芝崎氏。そして今回、その伝説に並び立った矢口氏。共に、金字塔を打ち立てた、昭和と令和のチャンピオン男だ。いや、もう本当に、今日初めてお会いするんです。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、言われてもこれね、まあ、矢口さんの場合どうかわかんないけど、私の場合は、なかなか狙って勝てるレースじゃないし、まあ、たまたま運良く勝ったっていうだけのことで、矢口さんさっきちょっと話をこうやって聞いたら、だいぶ一生懸命やられてるようですし、まだ今後もまだそういうチャンスもあるでしょうし、だから、同じ1000キロレースで、まあ、ヨーロッパの大きいところでも、1、3って聞いたことないような気がするんですよ。だから世界的なレース、要するに前はね、その、今はベルギーだのオランダも日本と同じようでちょっと言ってると思うんだけども、当時のその話からね、だから俺も初めてで世界的にも大変な記録じゃないかなと、そう思ってます。今正直言ってね、今ちょうど70なんですよ、私。28年生まれだ。で、その頃は子供の頃で、ちょうどまあ10代で、まあ、ハトレース始まった頃で、もちろんそのチャンピオンレースなんてことは、もう頭に眼中にないんだけども、その子供の頃から、ハトレース、まあ、知り合いがハトレースやってたもんで、ハトレースに入っちゃったとこあるんですよね。柴崎さんご存知ですか？いや、わかんなかったです。正直なところ。再開してからですよね。本当にもう35、6ぐらいになるから、平成 元年、その頃からはね、もう常にもうその時始まった時にもうチャンピオンって頭がもう常にあって、それが3秒レースで、もう3秒以外はあんまり眼中になかったんですよね、昔から。柴崎さんハドレースやってからずっとね、柴崎さんのチャンピオンに帰っているのはもうすでにもう分かってはいたんですけどね、ちょっとこう雲の上の存在で、これから言わせれば、もうちょっと、もうそういう問題じゃないよなと。でも、一回、遭遇したときに、もしかしたらもう一回できるかもしれない。うん。だから、二回やった人がいるんだから、もう二回やってみたいなと。うん。もう、まあ、追い越せじゃないけど、まあ、正直言って、それはもう、まあ今のレース始まってからちょっとまあ僕も再開組なんですけど、再開してからずっとですね、まあ2回やった人がいるからこれは2回はやってみたいと、まあそれはもうずっと思ってましたけど、印象というのは、いや、顔見ても鋭い人が強いんですよ、旗のレースやっぱ鋭い目してたから、あ、今日初めてね、さっきあそこでお会いしたときに、あ、やっぱそれで命してる人、勝負に強いと思った。ただ私の場合はもっと若かったでしょ。だからがむしゃらにやってたし、もっと俺も鋭かったと思う。
当時は。これはね、当時の我々の鳩飼い始めた時でも、まあ、私も再開した時でも、目標それなんですよ。関東で選挙で勝ちたいということを目標にね、みんな鳩も種鳩の集め方から飼育、管理だ。それも全部それに合わせてやってきてる。これ夢だった昔のね。これはね、矢口さんもマジで。はいですね、チャンピオンレースで結局ハドレースの中で、いや、俺とすれば一番難しいレースだと思ってるんですよね。で、やっぱり一番難しいレースで勝たないと意味がないっていうのが、まあ、俺の気持ちなんですけど、難しいは難しいほど、やっぱりこう、燃えてくるっていうか、うん、そういうところあるんです、実際に。話聞いていて、お話聞いていてね、これだけ一生懸命やってる方だから、あると思いますよ。で、二度の経験してるわけですから、どういう状況で持ってって、どういうハートを持っていけばって、大体分かったと思うんですよ。だから賛同あるんじゃないですか。矢口さんの方は賛同。もう、素晴らしさを抜きたいと思ってますんで。今後3度前にね、ぜひ頑張って、これや、みんなやったことないことやってみてください。やってみたいと思ってます。ありがとうございます。約半世紀の間、誰しもが到達できなかった金字塔。その記録を作り出した者、記録に追いついた者、それぞれの考えに違いはあれども、レースバトに注ぐ情熱は同じである。1997年、日本ハトレース協会創立50周年にあたり、日本球界に貢献した27名の球界伝道者が選ばれ、受賞の栄誉を手にした。もちろん、柴崎氏もその一人だ。当時から、すでにハトレース愛好家の減少が憂慮されており、はや四半世紀の時が経つ。これからの時代、日本球界はどのような展望を見せればよいのだろう。私はね、最近ね、連合会の表彰式だとか、ことあるごとにですね、もう連合会で今ではないと。老人互助会だと。みんな、後がってる人、70歳以下の人なかなかいないね。みんな高齢者でね、看護持てなくなる、訓練できなくなる、階段登れなくなると。だからみんなね、仲良くやろうと。ね、俺が会員層を仲良くしていかなかったらね、これから、それから一人の会員でも大事に入ってもらったらね、大事にして皆さんで仲良くしてやらないと、これからどんどん会員減っていく。だから、何パーセントこれから目減りしていくかって言うと、1割じゃ効かないと思う。年間ね。減り方がだんだん多くなってくる。大きくなってくる。だからその対応をね、協会のこれから役員さんになってもらう方には、その辺を考えてやっていかないと、あと何年もつかってことになる。だからどうやってしてこう、現状でいられるか、何年ね。そういうことだから。このような取り組みが。いや、これからのね、時代はね、一般の人に興味を持っておることなんですよ。鳩以外に。まあ、なんかまた、ブームでもね、鳩のブームでもなんか起きればいいけど、今これだけ遊ぶものに子供たちがさ、いろんなものあるから興味持たないでしょ。それと、どうしても昔買った経験のある人たちが頼りになるから、一人でも二人でも団塊世代の人たちが、鳩買った経験のある人が戻ってきてもらえば幸いだと。だから、協会の雑誌っていうのは会員、だけのことで、それはね、鳩のレースの面白さだとか、飼い方の面白さだとか、インターネットでザーッと出せばね、鳩に今、飼ってなくても、興味持ってくる人、一人でも二人でも出ることによって、ね、ネットで今、大変なんじゃないですか。ね、だからそこへ鳩も少し仲間入れてもらってさ、飼ってもらえばさ、委託でも何でもいいじゃないの。それで勝てばまた勝ったって興味出てね、その人が友達に言えば友達もやってくれるっていうふうに、二つがベランダで勝ってね、
委託に預けてレース楽しむって方法も出てくるんじゃないですか。それも PR の一つの中に入れていかなきゃ。誰、何人でもいいから興味持っておられる人が出てくればいいと思う。まあ、いずれにしても、広く知り当たってもらわないと。これが一番大事じゃないかな。一般に PR ってこと。もうやると、やればこれやったらいいなと思うんだけども。これだけね、全部電話だとか、全部電気機械で今動いてるんですよ。世の中ね。だからそれが、だから災害時にね、これから一つ電気止まったら、その時にね、活躍するのは鳩だ。外国ではもう、鳩小屋作ってその練習してるんだよ。自治体と話して、災害時に使うんですよ。そのためにRSで訓練するんですよ。と言ってたね。例えば連盟、単位でもいい。本当の一つもの業者でも二つもの業者でもいい。それを宣伝しながら、だんだん広めていけば、自治体も乗ってくれれば、全然違ってくるでしょ。そういうね、今言ったインターネットを活用してだね、広くね、から災害時にこうするとか、それはいろいろな持ちかけ方自治体にあると思う。今後、いろいろな人に役になった人に考えてもらってさ、いろいろやれば、まだまだ、なんともなる余地はあると思うよ。昭和から令和へと時代は移り、日本社会は変遷した。現在の日本球界は、さまざまな難局を迎えている。もちろん、柴崎氏の原点とも言える、東日本チャンピオンレースも例外ではない。まあ、激励って言葉はないけども、みんな出す以上勝とうと思って出してるんだろうから。それはレースなんだからね。目的であるんだし、勝つことが最終的な目的なんだろうから。まあ、なるべく、みんな高齢であるけど、頑張ってさ、長くやってもらって、なるべく長い60年の歴史なんだから、これからあと何年続くか。それには、執行部が、どういう考えして、例えば、時期が変えるとか、温暖化でこうだとかね、いろいろなものは出てくるわね、これから。例えば、法華経を今年は1週間早くしてるでしょ。気候によってはもっと早くなってもいいと思う。これから関東で今さっき言ったように857球車だっけね。だからそれが何年維持できるか。だからそれにはどうするか。それに対応してね、みんな会員の人が満足できるようなレースしてもらえば俺はいいと思う。わかりました。はい。伝説のチャンピオン男。それは今もなお東日本チャンピオンレースにおいて大きな存在である。あ、25ぐらいですか。あ、自分もねレースは参加してましたから。あ、その当時は同じ埼玉でも別格の人でしたから。いや、もう雲の上の人ですよ。東日本チャンピオンの象徴で大スターですよ。まあ衝撃的でしたよね。何しろチャンピオンを一本で勝負して勝ち取ったっていうのがすごい衝撃でしたね。日本の球界を引っ張っていった時代の先進者ですよね。憧れですね、私たちね。その頃若い時代で。とにかく東日本チャンピオンレースに対しての強さと情熱があったからこそ、あれだけの成績が出たかと、残したのかとは思います。なかなか目標まではいかないですよ。それだけ尊敬に値するような人でした。東日本チャンピオンレースに対しては相当今でも情熱のある方です。関東地方部の役員として今現在相談役という立場にいるんですけども、様々な問題をこれまで何十年間クリアしてきているわけでしょうから、まあとにかく頼れる人ということですね、私から思えば、ね。まあ、とにかく柴崎さんもあの当時は素晴らしい
ことだと思いますよ。これはやろうと思ってもなかなか取れないやれないことであってね。私らのですから、柴崎さんのことはもう本当に大先輩だと思っていますからね、レースマンでとしては。で今までの実績からしても素晴らしい面も持ってるし、そしてこれから人を引っ張るその人格というものも、まあ、素晴らしいものがあると。今これ柴崎さんは関東地方部の、まあ、長老として相談役、やっぱりいろいろ協力してもらわないとなかなか難しい点もあると思います。これもうとにかく人間としても素晴らしい持った人だから、まあ、私らはいろいろと相談し合ってこの関東地方部が、まあ、いつまで委員に残ることを私は望んでいますよね。柴崎さんといえば東日本チャンピオンのスターでしょうか。スター、そうです、そうです。全国の会員の人が全てね、仲良くやってもらいたい。チャンピオン男、そして日本球界の重鎮として、ハトレースに長く携わってきた柴崎氏。彼の人生においてハトレースの存在とは。だけどハトっていうのは自分から全部全てやんじゃないですか。だって自分の勘一つじゃん。これとこれがいいんじゃないかとか、これとこれの子だからいいんじゃないかとか、一人で全部やることじゃないですか。なんだ、理想を求めてみんなレースやってんだ。これは未知の世界の挑戦だ。いつも。だって勝てるって決まってないの。そうでしょ。そしたら勝てたら決まっちゃったら面白くないよ。そこに面白さがあんまりないよ、うん、若い時代にその一番、うん、活動できる時にそれに集中できたってことは幸せなことだし、そのおかげで全国に知ってる人が、あとの仲間ができた、素晴らしいことだね。それから自分の理想とする鳩でレースに参加するってことは楽しいことじゃない。一番男としての夢叶うってことだ。若かりし日、レースバトにかけた情熱で古き常識を刷新し、日本球界に語り継がれる伝説を作り上げた柴崎氏。その飽くなき探求心で成し遂げた偉業は、他者の追随を許さず長い間不滅の金字塔と言われた。日本球界が衰退しつつある今、その記録に並び立つレースマンが現れたのは、古き体制を刷新すべきという天からの啓示と言えるかもしれない。いずれにせよ、レースバトを愛する人々がいる限り、そして彼らの情熱が尽きぬ限り、次の世代がまた新たなチャンピオン男の伝説を作り上げていくことだろう。